ちょっとしたらレース行ってみっかな。俺がすごい好きなコースがあるんで、これ確かオーストラリア、このコースすごい、オーストラリアっていうか、これニュージーランド、どっちだ、あれこの国旗ってどっちだっけ、オーストラリア、ニュージーランド、どっちだっけ忘れちゃった、まあいいや、にあるすごいこのコース大好きなんだけど、イブニングとかすごい綺麗そうだね。車は、あんま早すぎると多分ついていけないから、まあジェネシスでさっきちょっと練習したからフォーカスでいくか。このクラスの車もうちょっとなんかもう一台くらい欲しいね、なんかね。フォーカス、ジェネシスと来たら次なんだ、ホンダのシビック欲しいけど、でも FF だもんね、やっぱり四駆の車欲しいねって考えたら、ランエボかインプレッサーでもいいし、まあメルセデスベンツのなんか1台くらい買おうかな。今フォーカスでちょっと、まだフォーカスもね、まだセッティングがあんまり煮詰まってないっていうか、ジェネシスの方はほぼもうセッティングの方は完了したので、やっぱこのクラスの車はあれだな、スポーツソフトじゃないと厳しいな、ハードだとほんとタイヤがね全然違うんだよね。スポーツソフトで行くか、多分相当もうちょっと軽くしたいな、もうちょっと軽くすっか、マイレージポイント結構使ってるな、さっきから俺。このクラスの車結構しっかり改造しないとさ、やっぱ走りにくいから、レーシングカーはねほぼ無改造でいいんだけど、ここら辺だからね。 N400 クラスになってんだ今。ああこれ全部マックスまで上げても N400 なんだ、多分これレベル3とかにすると、うん、でもレベル3とかにすると、いやでもこれじゃなんかマイレージポイントあんま使いすぎると、ちょっとせっかくだから負けた、どこら辺まで上げて、あ、トロフィーのもらえた、どこら辺まで上げたらこれさ N500 とかになっちゃう、あ、このまま全部マックスまで上げてもずっと N400 なんだ、下げていくと N200 とかになって、これだと N300 シリーズか、これだと N400、 あーなるほどね。って考えたらこのクラスの車はやっぱり正直 N400 まで上げない方がいいんじゃないかって気がする。 N300 くらい止めといた方がいいんじゃない。で N400 とかになると本当フェラーリとかさ、日産 GTR とかそこら辺のクラスだもんね。N300 くらい止めといた方がいいだね。さあ失敗した俺。みんな、え、ちょっと待って、失敗した。ちょっと待って。で、いろいろと失敗してる俺。ちょっと車のセッティングをしたいな。と、やっぱこのフォーカスは N400 クラスにしちゃうと、さっきジェネシスで N400 シリーズやってたけど、本当にフェラーリとか、あと、メルセデス・ベンツの SLS とか、もうそこら辺のクラスばっかりになっちゃうから、やっぱりこのクラスは、この車は、まあ、軽さはね、やっぱあった方がいいからレベル3でいいんだけど、パワーに関しては、やっぱ N400、じゃなくて N300 で止めてた方がいいね。N300。だから N300。ここら辺か。ここまで上げて N400。N300、これだね。パワーはこれで止めてた方がいいってことだ。で、トラクションは強い方がいいし、タイヤはスポーツソフト。だね。ブレーキは若干リア強めで、ダウンフォースっていうか車高を若干低めにして、もうちょっとリア低くしてもいいかな、350くらいでいいかな、リア、まあこんなもんでいいかな。 N300 シリーズね、これね。でジェネシスの方は N400 になってるね。ジェネシスは N400 シリーズ、ちょっと一回セッティングで、パワーはこれ以上上げると N500 になっちゃうから、 N400 って持ってた方がいいね。N500 とかあったらどうなんだろうね、相当速い車になるよね。で軽さはまあこれくらいで、これ以上上げるとマイレージポイントがなくなってしまいそうだからね。OK だね。トラクションは2で、スポーツソフトで、ブレーキ若干かな。よし OK、
いいんじゃないかな、これで。ちょっと行ってみますか。まあ本当はね、こっちのキャンペーンとかの方もやりたいんだけど、ちょっとまだね、コース、ね、あんま慣れてないからさ、やっぱコースなしっかり慣れてからの方がいいよ。これの、イブニングがすごい綺麗って。で、フォーカス。ああ、なるほど。パワー。うん。まあ、前節よりは軽いし、で、パワーは。やっぱね、あんまりいろんな車買いまくってもねまずしっかり持ってる車からセッティングして乗りやすい車にねして、やっぱりこう慣れてからの方がいいよね。でもだいぶフォーカスとジェネシス今2台持ってるけど、このクラスの車2つともね、だいぶセッティングの方もいい感じで決まってきたから、そろそろもう1台くらいね、何か N400 くらいのシリーズでなんかもう1回くらい欲しい。N300 にすると、ああ、こういう感じなんだ。M4 とか。でもバンテージとかも入ってくる。マスタング、AMG。あ、やっぱりシビックタイプ R とか、ここら辺なんだよね。フォーカスも入ってる。だからフォーカスってもともとやっぱり NS300 シリーズなんだ。パワー上げすぎると400になっちゃうけど、まあじゃあいいかな、これで。パワー OK だし、ウェイトもこれで OK、 トラクション3で、スポーツソフトでブレーキバランス、車高 OK だね。よし、行ってみましょう。結構このコース難しいから、まあ、アンダーはまた出しすぎないように気をつけて。コースはもう狭いからね、まあ、無理しない無理しない。でスリップ使って、いやースポーツソフトで良かったわって思うわ。多分これハードだったら絶対タイヤスピンして車が前にあんま進まない。3速だな、ここら辺は全部。いやー、やっぱ上りきついね、これ。ここら辺は。うわっ。いや、きついな、やっぱり。ソフトでも結構タイヤ滑ってるぞ、これ。トラクションがあんま効いてないかもしれない。難しい、ここ以上難しい。だここでやっぱりアクセル踏んじゃダメなんだよ。ここはもうアクセル踏まないで流れに身を任せるって感じで、あとブレーキだけいつでも踏めるように準備しとくくらいにしないと止まれないんだよ。ちょっとここからはしっかり自分の走りを見つける。このコース結構難しいんだよね。GT スポーツはこのドライビングラインでブレーキポイントっていうのを教えてくれないから、自分でやっぱりしっかりね頭に叩き込まないと思ってる。6はねドライビングラインの色が変わるから、そこでブレーキポイント分かってる。こういう横の看板とか見てブレーキポイント自分で探らないと止まれないっていう。まあでも乗りやすくなったね、フォーカス。本当に最初の頃に比べてかなり扱いやすくなって、これ100くらいになったらブレーキ、さっきのジェネシスよりは確実にブレーキ効くわ。
100くらいでもブレーキ2速まで落とす必要ないな。3速もう3速何も見えないね。ブレーキポイントここじゃないね。もう1個先最高でブレーキ見たら後ろから追突さ。ここら辺が一番難しいからちょっと集中して滑ってんな。タイヤこの先ね、この先が一番難しい。あ、ここじゃないか。もう一個先だ。しっかりインと見ながら。で、ここね、ここで変にアクセル踏まないでも、3速まで落として、アクセル踏まない、アクセル踏まない。ここでしっかり、一回ブレーキ踏んで、しっかり曲がって、キョ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 。やっとこうなんかうまく走れた気がする。やばい、全部ここ。懐かしいな、この曲。なんか6でよく聴いてた。よしよしよし、いいんじゃないか。まあこのコースは6の真ん中コースだから結構6で走り込んでる。結構伸びるね、ストレートレフェルにしては。100くらいでもブレーキ踏んでる。3速まであんま落とす必要ないな。3速よっぽど小さいコーナーは2速なんですけど、それ以外は全部3速。ここは2速なんですよ。あ、いや本当なんか FF にしてはキビキビ走ってくれるから200キロなんですよ。まあ、軽くしちゃったのはでかいね。このクラスの車はパワーよりもやっぱ軽さだよね、大事なのは。じゃない。クリーンレースじゃなかったか。クリーンレースじゃなかった。ストリップレベル。後ろキー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 うるさい。ヒヒヒヒヒヒヒ。さあ頑張って追いかける。すごいやっぱマスタングのエンジンの音重い感じ。ヒヒヒヒヒ。なんか落ち着きないよね。エンジンの音がなんかキリ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 なってさ。あ、これトヨタのやつか。ここでブレーキ早すぎたね。うん、ここでブレーキ早すぎた。アストンマーチンなんだこのクラス。もう一個上のクラスのような気がするけど、アストンマーチン。ダメだ。丁寧に運転したな。最悪な運転してる。これはちょっとひどすぎる。そんな焦って抜く必要なかったよね。もうちょっと落ち着いて運転してよかったんだけど、焦りすぎ。
直線をね、ほんと伸びるよね。FF とは思えない。意外と BM 来てる感じもするし、ああそれでも結構もう距離開いてる。かっこいいな BMW。 じゃあここら辺のかなりここら辺から結構ギリギリまで詰めて走りをしてたからちょっと見てみよう。ちょっと反省点とかをこれ見ながらライン取りとかする。ここでやっぱ横の数字が100キロになった頃からブレーキ踏む準備してブレーキかけないと。まあレーシングカーとかね、まあ、ツーリングカーだったらもっとギリギリまで突っ込んでもいいんだろうけど、とか空なんかヘリコプター飛んだりしてて、ここで一回ブレーキ踏むのがちょっと無駄かな、うん、まだここはそんなブレーキ踏まなくていいと思う。すごいなんかヘリ飛んでるヘリ。この辺はまあこんな感じじゃない、あんまアウトに膨らみすぎないようにアクセルで調節しながら、うん、あんまこのステージブレーキここは難しいんだよね。ここで調子乗ってアクセル踏むと突っ込んでしまうから、ここはアクセル踏まないで、ここもアクセル踏まないで、ついつい坂道続くとねスピード出るからアクセル踏みたくなるんだけど、そこをグッと抑えるっていう。いや絶対俺この視点で運転できる自信がないわ。下が全然見えないもんね、やっぱり真下が見えないからさ、どこまで突っ込んでいいかってのはすごい分かりにくいよ。リプレイとかで見る分にはいいけど、いやちょっとギアの操作が雑だな。もうちょっとちゃんともうちょっとうまくこうエンジンブレーキを効かせながら減速していくっていう感じだと、うん、まあこれくらいのギア操作な。マニュアルの良さってやっぱエンジンブレーキ使えるってところだよね。ブレーキだけじゃなくってペダルじゃなくってエンジンもブレーキも使って減速していくっていうところがいいよね。まあまあまあ頑張った方じゃないかな。ちょっともう一回くらいやってみっか、さっきのコース。ちょっともうここでしっかり練習しておきたいな。次ミドルクラスでナイトって絶対やばいよね。ちょっとやってみる一回。さっきイブニングでやったのか。いやーなんかうまく走れる自信がないな。どのくらいにしてこう。絶対ないとやばいって。でやっぱりどうすっかな。あんま速すぎる車になるとな。ジェネシスでいいや。ちょっと次はクリーンレースを心がけていきましょう。あんま焦らなくても、まあ、1位にはなれるからぶつけないように。まあ今日はこれやったら終わりかな。そしたらまあ、フォーカスとジェネシスのセッティングの方はこれでいいんじゃないかな。とりあえずはあんま細かいとこまで煮詰めすぎるともうね、それだけで1日終わっちゃうから、まあ軽くそれなりの走りができるようになればいいかなっていう。と車はまあこれ以上軽くしなくていいかな。いいよね。でこれ以上パワー上げると N500 になっちゃうから
ここでパワー止めて、トラクション2、トラクション2でいいかな。いいか。3に上げた方がいい。いやでも逆にあんま上げすぎるとコーナリングの性能落ちるからな。やっぱ N400 シリーズになると、フェラーリイタリアとか SLS でしょ。あと MP4。あとなんか文字が見えない。でも、ポルシェとか多分いいんじゃないかな。クラスが一気に上がるよね。ブレーキングが全然さっきと違うんだ。ジェネシスはもっと早めにブレーキかまないと止まれないっていう。エンジンブレーキ使いながらラップ2周か。ブレーキね、ブレーキ。さっきのフォードよりも早めに踏まないと絶対止まらない。もう踏んだ方がいいかな。軽く踏んどこう。なんか周り走ってる車ってすごい車ばっかり。止まったらちょっと詰めようと思って。もう早めにブレーキ、早めにブレーキ。それ踏みながらこうコーナー曲がれるのが本当にいいんじゃないかな。ぶつけないように切れないで。なんかポイントはこれでも4速突っ込みすぎない、突っ込みすぎない。いや綺麗だな、周りも綺麗だ。あ、止まんない、止まんない。完全に周りの景観に気を取られてたよ。集中集中。完全に周りの景色見てたらブレーキポイントを見失ってたって。最悪だ。この車で本当に気をつけるのはブレーキだよ。もうちょっと軽くした方がいい。軽くすればね、もっと止まれるようになるもんね。これ以上は前に行けないな。ここで止めといた方がいい。ブレーキも踏んどいて。やっぱ重いね、ちょっとね、もうちょっと軽く。って感じなんだけど、ちょっと待って、やっぱもうちょっと軽くするわ、重い。マイレージ使っていいかな、もう使うか、せっかくだし。軽くなる、これ使ったら。軽くなるね、100キロくらい軽くなるね。これ使っていいよね。使おう。100キロくらい軽くなったね。よし、これはちょっと軽く、パワーはこれでいいけど軽くしないとやっぱりブレーキングきついよ。いや、マイレージポイント頑張ってためよう。これからあ、やっぱでも良くなった、良くなった。ブレーキングあと軽くするだけで全然違うからな。加速も良くなるし、ブレーキングも良くなるし、コーナリングも良くなるし。うわ、失敗した。ちょっと待って。よし、完全に集中力が切れてる。あんま喋んないよ。
この立ち上がりが遅いね。もうこれでクイーンレース消えた。さっさと立ち上がり遅い。ここね、さっき失敗したとこはしっかり見た。行くぞ太郎。早速立ち上がりで置いていかれる。2速使わない方がいいかな。最初からも3速行った方がいいかもしれない。これ中速域は結構初速で置いていかれるぐらい。使う意味はないかもしれない。逆に立ち上がり遅いからこそ速く勝負できる。前に車を走ってくれるとまだ分かりやすくてやっぱりと思う。一人で走ってると本当ね突っ込みすぎちゃうよ。地雷多いよね。ミスった場合だと即終了っていうコーナー。取り返しつかないよね。ちょっと邪魔だな。
ち上がり勝負はあんまりちょっと厳しいかもしれない。余裕もあちょっとでブレーキングポイント来た。やっぱ2速から3速の立ち上がりがあんまスムーズにいかないね。3速から4速はまあまあまあ、あとやっぱブレーキングだな。ブレーキングだわ、ブレーキング怖くてしょうがないわ。この辺もたた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 た、今のはちょっと俺があんまエンジンブレーキを使ってなかった自分のせいだ。ここのブレーキ使いすぎないでしっかりここでブレーキ、でこのまま3速でいいかな。これ2足でしっかり小さく小さくこうやって、あともう一回来るからしっかりブレーキ踏みながら2足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 いやーちょっと頼む頼む、もうここまで来て最後までやるけどむずい。やっぱこのコース本当危ねえ。最悪引っかかんなくてよかった。あそこで引っかかって動けなくなったら完全に。ちょっと。とっとっとっと。とと。ブレーキング弱いんだからこの車は。そんなことしないで。必死で止まろうとしてんだから。いやポルシェとか本当ブレーキング良さそうだよ。やっぱこの車結構厳しいな。俺の腕もあるんだけどあんまりまだ。いやーこのコースやっぱむずい。 あそこのやっぱりコーナーがすごい連続するところがね本当に難しい。ちょっとリプレイ見てみようか。意識しててもやっぱこうなるって本当に難しいと思う。分かってんだけどね、ここなんか。マクラーレン。いいですな、マクラーレン。この頃のマクラーレンが一番的にデザインが好き。なかなか来ないね、後ろから。キー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 うるさいね、後ろの。一人だけなんかクリーンじゃない人がいる。これは頑張ってクリーンに走ろうって努力はしてない。完全に押し出してるもんね。いやーかっこいいなコルベット。コルベット買おうかなって。カマロ、カマロかっこいい。本当はいかにもアメ車って形でガッチリしてて、もうこの時点でもう結構パスしてたんだ。ランエボもいいな。プジョー買おうかな次。どうしよう。
1台だけすごいキー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 タイヤの音鳴らして走ってる。まあ、こんな感じでこんなすごいなんか静かにみんな曲がるね。なんか俺だけすごいうるさい。あまり余裕がないよね。走る。直線でやっぱり。ああアルファロメロもいいね。これ買おうかな。なんかもうどれにしようか決まってない。やっぱ4駆の車もっとなんか4駆の車欲しい。ポルシェな。今までのグランツリスもポルシェなかったからね。やっぱポルシェも乗りたいよね。来てるよ。頑張れポルシェ。ここら辺から俺があれ出す。後ろから見とくか。これ後ろから見た方がね、動きどういう動きしてるかすごい分かりやすくていう。自分のやつ見る。後続車視点で見た方がさ。ふらついてるな。結構いい勝負したんだね。いやーポルシェかっけえな。ポルシェ買おうかな。高いだろうな。今持ってるお金で買えるかな。最近グランツリスモがもう面白すぎてさ、完全にスポーツハマっちゃって。他にもねバイオ7のあの DLC とか、あとニーヤとか、ニーヤオートマタ、あとバイオショック、あとニオーね、ニオーも翻訳の方終わったから進めていきたいソフトあるんだけど、なんかグランツリスモばっかやってしまう。あ、ここでない。ですもんね、本当ね。ちょっとしたなんか息抜きには一番いいよね。あんま余計なこと考えずにさ、気軽にやれるし。バイオショックとかさ、やっぱりバイオのセブンの DLC とかもそうだけど、まあ、ニーヤとかやっぱやるってなったら結構、がっつりやっぱりストーリーにこうのめり込む、没入しないといけないからさ、結構疲れるんだよ。まあ面白いんだけど、結構気合い入れてやっぱ始めないとさ、あんまふわーっとこうちょっと息抜きにやるかって感じじゃなかなかできないんだ。いやポルシェいいな。ポルシェ買おうかな。でもなんかポルシェ別に今無理して買わなくても、そのうちギフトカードでなんかもらえそうな気がするんだよね。それにかける。なるほどね。まあ、ジェネシスはちょっとブレーキがやっぱ弱いね。それ以外はいいんだけど。まあそういうことで、じゃあ一回終わりでいっかな。まあ本当はね、このキャンペーンとかでこの GT リーグとかもやりたいんだけどね、ちょっとまだあんま車持ってないから。持ってる車じゃなくてダメなんだもんね、これね、 GT リーグってね。あとまあサーキットのこの練習とかもね、やった方がいいような気がするね。まあ、他にもやっぱりまだコースいっぱい残ってるかな。コース数がなんかすごい少ないって批判されてるけどさ、俺にしても十分なんだけど。一つのコースをもうしっかりなんか覚えて走れるようになるだけでもものすごい時間かかるからさ、これくらいの数でちょうどいいな。多すぎるともうほんと6とかも多すぎて、ほとんどなんかね半分くらいのコースしかちゃんと走ってないような気がする。GT スポーツは
俺これくらいのボリュームがちょうどいいな俺的には。6ね、6とかくらいのボリュームだったら多分もう遊びきれないんで、本当に車の数とかコースの数があまりにも多すぎて。実際6俺半分くらいの車なんて、だって1200台くらいあったけど、収録されてたけど、俺そのうちの50台くらいしか持ってなかったよね。しかもコースも多分半分くらいしかちゃんと走れるようになったコースないし、何よりなんかおしゃれだよね、スポーツすごい。なんかこれデザインがさ、メニュー画面とか、いやいいわ。音楽とかもすごいなんか合ってるし、これからちょっとしばらくグランツリスもやっていこうかな。ポルシェかっけえな、やっぱりポルシェ買おうかな。ちょっと一回ちょっと止めます。